ガオ浜田山虎の子不動産です。あらゆる不老産の問題を YouTube します。不動産 YouTuber 虎の子です。今日はですね、外国人の受け入れ、日本ではですね、10年間で60万人も増えています。どこに住むか大まかな分類を YouTube します。 えー、江戸川区西笠井地区にはインド人会。新宿区高田馬場にはミャンマー人会。まあ、足立区竹の塚にはフィリピン人が多く集まっています。ネパール人やベトナム人が暮らす街もできて、まあ、チャイナタウンなんか代表ですけど、いろいろな街にこれから探索にして YouTube しようと思います。お先に失礼します。